つまらん、死ぬ。どこかに私を満足させてくれる敵はいないものか。やったぜ。見つけたぞ、辰巳と言ったな。いい名前だ。どうも。褒美をやろう。ありがとうございます。敵の施しとはいえ、金は金だ。ありがたくもらっておくぜ。今から私のものにしてやろう。なんかいきなりこの展開なんですけど。あの笑顔をまた見たい。その心を辰巳の全てを支配したい。ならば、ま、今日のところは疲れたろう。話はまた後でな。とりあえず休むか。じゃあ俺はそっちのソファで。今日のところは何もしないからベッドで寝ろ。そうだ、俺も水浴びしてきます。よう、昨日は休めなかったみたいだな。それじゃあ緊張して朝まで眠れやしなかった。何もしないとか言って起きたら抱き枕にされてたし。まさしく辰巳の匂いだ。本物だな。よくも逃げてくれたな。寂しかったぞ。なんでここに。危険種はほとんど相当してしまったぞ。迷惑な奴らだったが、おかげでお前と出会えたのだから、運命というのはわからん。エスデスさん、俺に痛みをくれ。辰巳、そういう趣味だとは。やはり相性抜群だな、私たちは。行くぞ。幻覚などではない。感覚がリアルすぎる。とりあえず周辺を見てみよう。辺り一面海だ。これはまた綺麗な景色だな。まるでデートだな、この状況。ちょっと、いないな。この無人島に私たちは二人きりというわけだ。さて、どうする辰巳。お前の運命だ、自分で選べ。せっかく二人きりなんだ、お互いもっと分かり合おう。